皆さんこんにちは。私はあなた方の友達アシターです。私は現在肉体を持っていませんが、皆さんと同じように生きています。地球上や銀河の世界で肉体の存在と同様に私は生きています。あなたが生きているのはあなたが意識であるからです。あなたの意識は特定の場所に集中していて、その場所には自分の肉体も含まれています。しかしそれはあくまで借り物で、自分の意識や自分自身については何でも変えられます。ただし自分の波動を大きく変えない限り、物理的な領域も同様に移ります。そのためあなたが経験する現実は全てあなたが想像していることを皆さんに納得させるのは難しいです。それは自分自身の根本的な何かを変えてから、それが外界に反映されるまでにタイムラグがあるからです。しかし自分がどう感じるかを最優先にし、感じることを他の全てより優先すれば、すぐに変化に気づくことができます。現在地球では顕在化の時間がどんどん早くなっています。そのことに注目してほしいと思います。そして最終的にはあなたがどう感じるかが全てであることを皆さんに納得していただきたいと思います。自分がどう感じるかはとても重要なので、何かを感じられる状態に身を置くためにあなたはいろいろなことをするでしょう。しかし今は何かをすることを一度顧みて、直接感情に向き合うことをお勧めします。私の経験や皆さんの様子を見てきた中で、たくさんのものを持ち、たくさんのことを達成しても一時的に感じられる感情だけであることを知っています。そしてあなたは新たな目標を設定したり、別のものを得るために何か他のことに目を向けなければなりません。しかし何の理由もなく幸せを感じることができると自分で証明したとき、あなたは本当に何かを掴んだことになるのです。自分の体の中にいながら、自分の外側にあるものは何一つ変わらないまま、より高い存在状態へと到達することで、心が想像するよりもさらに先に進むことができます。ただしまず自分の中にあるこのスキルを実際に使うために、自分の気持ちを十分に大切にしなければなりません。あなたが今までに感じたことのないほど気分が良くなった時を思い出してください。そしてそのような感情はいつでもあなたの中にあり、それを感じるための口実を自分自身が与えるのを待っていることに気づいてほしいのです。それを確認するために、物理的に出現させたいことからこの方法を試さないでください。そうすることによってあなたは感情から解放されてしまうからです。あなたには肉体があるのですから、思いつく限りの最高の感覚を自分の中に求めてください。そして自分の体の中がとても心地よい感じになると、自分の体に感謝するようになり、自分が物理的に存在していることやこの惑星にいることに感謝するようになるのです。そして何かが起こるのをずっと待っているのではなく、今から自分の人生を楽しみ始める方が良いでしょう。私はあなた方の友達アシターです。愛と光に満ちたこの惑星で素晴らしい一日を過ごしてください。